ヒエは、イネカヒエ属の植物。アイヌ語ではピアパ。イヌビエイクラス、ギャリー・ボブより、栽培化され、エイを穀物として食用にする農作物である。栽培化が行われたのは、日本列島を含む東アジア領域と推測されている。日本列島、朝鮮半島、中国東北部といった東北アジアを中心に栽培される品種群と、 中国雲南省を中心に栽培される霊孔ビエの二大品種群に分かれる。インドで栽培されるインドビエイ、フリューモンテシャリンクは、しばしばヒエと同一視されるが、これはコヒメビエイ、コロンナリンクを栽培化したもので、異なる種である。さらにヒエ族の栽培種として、タイヌビエイ、オリジー・コラ・ベイッシングの栽培型であるモソビエが、 中国雲南省の少数民族も素人によって、冷酒醸造用に栽培されている。冷蔵族の利用には栽培化されていない野生種の種種を採取して、食用とする文化も知られており、サハラ砂漠以南のアフリカでは、ブルブイ、スタグニーナボブなど数種が利用されている。和名に、冷とつく雑国西国ビエルシニーコリコナガートンと、当人ビエペニシートムタイホイディアムリッチ がある。前者は、オヒシバ族に、後者は、チカラシバ族に属し、同じ、イネカではあるが、ヒエとは遠遠い植物であり、外観も大きく異なる。調理形態もヒエが主に流食であるのに対して、これらは、粉食が主流である。日本では、かつて重要な主食穀物であったが、昭和期に、米の増産に成功したことで消費と栽培がスタた。現代の日本では、 小鳥の餌など飼料用としての利用が多い。最近では、優れた栄養価を持ち、また、食物繊維も豊富なことから、健康食品として見直されつつある。米や小麦に対する食物アレルギーの患者のための主食穀物としての需要も期待されている。しかし、食用としては加工の困難さ等から、高価な食材となっており、大麦や泡に比べて、使用頻度は少ない。 コボは2枚の方へとそれに抱かれた2個の小花からなり、貝の小花は不念である。小花は外へと内へに包まれ、その中にうろこひ、しずい、ゆうずいを持つ。貝の不念の小花の内へは退化し、外へと融合する傾向にある。これらの絵のすべてが、絵下を保護するため、冷えの絵下は5内し6枚の絵によって覆われる。冷えでは降下した内へと、 外へが強固に組み合っているため、内へと外へが比較的緩やかに組み合う泡やき々より脱腐しにくくなるため、冷え種子の保存性の高さや清白時に必要な多大の労力、ぶどまりの悪さの原因となる。A に覆われた状態の冷えの黒竜は、長さ2.3から2.1ミ、mm、リメートル、幅1.9から2.1ミ、mm、リメートル、重量3から4ミリグラム。ほは、三つ棒型。 開らきチルホ型、中間型の3型の品種群に分けられるが、系譜的には相互に関係性はない。なお、冷えの配乳はアミロースを含む、ウルセイのみで、アミロペクチンのみを持つ、持ち性の品種はこれまでなかったが、岩手大学農学部の星野治郎教授が、ガンマセンの照射による突然変異により、完全な持ち種を作ることに成功したと2006年12月21日に、 発表した。畑でも、水田でも栽培が可能である。日本では、縄文時代の前期から、冷量な北海道と東北地方で栽培された。近現代でも、明治時代までは、東北地方の山間部や関東地方の、畑作地帯などをはじめ全国的に主食用として栽培されていた。青森県の弘前周辺のような国草地帯では、普段より白米が食されていたが、 より霊量な下北半島では、水田で稲だけではなく冷えも栽培されており、1890年の統計では、その比率は稲田にに対し冷えた蜂の割合であった。現在は住宅地になっている東京都杉並区では、大正時代から少しずつ素材の栽培が増加し、都市近郊の野菜栽培農家に転換したが、それ以前は冷えなどの穀物を栽培し、 日常食は、冷えと麦で、米は少し入れる程度であった。南多摩郡でも、商品作物である、さつまいもとじゃがいもが増加し、1935年の作付けの統計では、冷えは姿を消した。また、岩手県の県北地方でも冷えの栽培が盛んで、南部盆歌に、南部よいとコアは飯冷え飯のどに引っから、丸ン祭重とうわれた。収穫した穀物は、 脱穀、脱、清白を経なければ、食用とすることはできない。冷えの場合、穂を叩いて脱穀した後の処理に、伝統的手法として黒虫法、白虫法があり、比較的歴史が新しいものに白虫法がある。最も単純な方法が、白虫法であり、泡や木々といった多くの雑穀の調整法と同じ、手法による。これは乾燥した。 栄華をそのまま突き薄や静白器で処理するもので、綺麗な白い静白冷えが得られる。しかし、泡やキビよりも栄華を覆う英の数が多く、頑丈に包まれている冷えの場合、黒竜から英が十分剥がれるまで時間がかかる。そのため、早く英が剥がれた黒竜が、透正の衝撃によって砕けやすく、うどまりが悪い。こうした点を改良した手法が黒無手法である。これは、 十分に水に浸した原皮絵を精露で蒸し、これを乾燥してから統製する一種のパワーボイル動法である。これによって得られた精白皮絵は黒っぽくて外見は悪いが、白星法より容易に絵が剥がれるためぶどまりが良く、しかも蒸す工程でぬか層のビタミン類が排乳に移行して栄養価の向上が起こる。日本本土日本における主食としての調理法はご飯系、かゆ系、 シとぎねり餅系の3系統が主流である。アイヌアイヌにとって最も重要な主食穀物が冷えであった。日本では北海道のアイヌで儀式に用いる酒、トノトを冷えで醸造する文化が知られるほか、石川県白山周辺ではドブ酒を醸造した。岩手県北上山地では冷えから麹を作り、味噌、醤油、甘酒の醸造原料とした。中国では、 雲南省のいくつかの少数民族が、タイヌビエの栽培型であるモソビエや、ヒエの雲内系統品種である霊光ビエを古くから栽培しており、民族習慣に依存して、ヒエ酒の醸造原料として栽培が継続されている。アイヌ、雲南省の少数民族双方において、ヒエで作る酒が最も美味であるとされており、東アジアの酒作り文化の歴史を考える上で、 冷えの潜在的な意義は決して小さくない。脱穀した後に残った冷えの茎や葉は杭に縛り付けて乾燥させる。これを冷え島という。乾燥させたものは牛馬の飼料に用いられた。日本の農業百科事典日本では古くから重要な主食穀物であったため、米、泡と並んで祭事において重要な役割を果たしてきた。 九州の新滑祭りに際しても用いられ、このために九州に献上する冷えを青森県などで栽培する制度がある。天皇が神に捧げ、自らもこれを食べる穀物に冷えが含まれることは、冷えが決して単なる米の大養殖ではない意義を持っていたことを雄弁に物語る。アイヌにおいては最も神聖な穀物とされた。アイヌ神話には文化神、おきくるみが、 自身のすげを立ち割り、その傷の中に天井界の冷えを隠して盗み出し、地上の人間に伝えたとの一説がある。また、飢饉の際の非常食として高く評価されており、二宮孫徳が農民たちの反対を押し切って、冷えの栽培を奨励したおかげで、天保の大飢饉の際に多くの農民が救われたと言われている。これは口実のように、例外に強く安定した。 生産量を確保することが容易だった反面、社会的な評価が低く、売却が困難であったため、結果的に一番貯蔵に回しやすい作物であったからであると言われている。その一方、伝統的な主食穀物の中では最も癒しめられていた側面もあり、食味の悪い貧しいものの食べる穀物とされることも多かった。これは、米の調理法の影響を受けた。 炊飯調理が粘り気のない冷えの調理法としては必ずしも適していなかったこと、例外に強く安定した生産量を確保することが容易だった反面、米などに比べて生産性は必ずしも高くなかったこと、英華の構造から冷えつき節のような労働家を生んだほど、脱、清白に重労働を要したことなどが要因として挙げられる。このため、 貧困の辛い記憶と強く結びついた穀物となった。さらに、栽培費への原種であるイヌビエなど、野生種費へ属数種は主要な田畑の雑草であり、稲作がこれらの雑草の制圧に大きな労力を要したことも、費へに対する心象を悪くしている。また、生産者の自給作物の側面が強かったため、その生産量に比して、流通量は必ずしも、 多くなかったと考えられる。そのため、歴史的、文化的、経済的に、重要度が極めて高い穀物でありながら、文字記録が冷えについて沈黙することも多く、その実像が不当に低く評価されている面がある。現代の食文化においても、雑穀を混ぜた飯が栄養価の観点で、見直されているが、常実の通り加工の難しさから、 どうしても高価な食材となってしまうため、冷えは大麦や泡ほどには利用されていないのが現状である。ありがとうございます。